日タイ関係では、日本とタイの関係について述べる。1388年、室町将軍、足利義満の時に、シャム戦が日本に1年間滞在したという記録がある。また、14世紀に、タイ中部で起こった、アユタヤーサは、次第に勢力を伸長させ、1362年に、アンコールアサを、吸収1438年には、 タイ北部のスコータイ王朝を滅ぼしたよを統一した。この頃からすでに日本人の一部はタイに入植しており、王とアユタヤには日本人集落も形作られるようになった。1477年には琉球王将臣がタイと交易を開いた記録が残っている。アユタヤ王国の日本人兵士タイでの日本人の活動が活発化したのは、 ビルマからの攻撃に悩まされていたアユタヤオがレースワンが日本人傭兵を大量に採用してからである。傭兵の数は600人に達し、彼らは首都郊外のアユタヤ日本人町に定住するようになった。1592年から衆院戦貿易が行われるようになると、町は活況を停止、ソンタムがアユタヤオに着くとき、 大韓の友好関係も促進された。日本は、大勢の火器、重機などを輸入し、馬などを輸出した。また、豊臣氏徳川氏が天下を取ることによって合戦が起こらなくなった日本では、それまで戦に参加することで、日々の糧を得ていた層が、大量の浪人となっていた。彼らは海外に、活躍の場を求め、日本を出国していった。 欧州各国の東インド会社や東南アジア諸国は戦闘経験の豊富な日本人を傭兵として雇うようになり各地に日本人町が作られた。タイもまた例外ではなく多くの日本人が移り住んだ。1621年には白い旧江門の後を継いだ山田長政が首領に就任最盛期を迎え、 1500人もの民間人と800人の傭兵が居住していたとされている。1628年には山田長政がタイの最高の官位であるオークヤーに認じられるなど政治面でも大きな力を持つようになったが、1629年プラーサートトーンがアユタヤオに着くと王家の清掃に巻き込まれ1630年に町を焼き払われることとなり、 日本人は散り散りになった。2年後の1632年には再び日本人が集まり町が再興されたが、かつてほどの勢力は得られず、1635年に日本で鎖国令が出されたこともあり、人口も400人前後にとどまった。プラーサートトーンは、その後に日本との交易を望み、1636年に、 日本に施設を送り通称を求めたが拒否されている。以後250年ほど日、大韓の国家的な交流は断絶することとなった。日本人町はその後次第に、現地人との混血が進み、1800年代に入ると消滅した。1887年、外省の定和温親王が東京を訪問、同年9月26日。 修行通商に関する日本国者無国間の宣言が調印したことによって日本とタイの外交が本格的に始まった。同年9月22日、タイ国王の弟で外務大臣を務めていたデバオングセが安国神社を参拝。この後アジア関連の専門家稲垣万次郎が政府に使いを頼まれてタイに渡り1894年4月13日に 平和温信の王と会見し、通称条約の締結を打診した。この時稲垣は、担当直入に、日本は、対と不平等条約の締結を結ぼうとしていますが、いかがですかとの胸の質問を行った。平和温信の王はこれに対して、欧米とも同様な条約を結んでいるので、日本だけに、条約の締結ができませんとは言えませんとの胸の回答を行っている。 これはつまり、当時タイがイギリスとフランスに挟まれ、軍事的な危機に陥っていたため、日本を介入させて、これを緩和しようとする狙いがあったためである。1896年、日本の時の首相、大隈重信は、外交拡張政策の一環に、タイに、公使館を設置すると、稲垣を公使につけた。1898年2月25日、日本は、 この稲垣を通じて、日本シャム修行通商条約公開条約を締結した。この条約では日本を最恵国待遇とすること、日本の大国での違い保権などを定めた一方で、法典編纂官僚の後は平等条約に切り替えるという欧米の結んだ不平等条約よりも、より画期的な条項を含んでいた。一方で、タイ人でなくともアジア人に対しては、 タイ人と同様にみなすことを認めていた、タイの伝統的なタイアジア人政策を翻すことになり、タイに住む日本人の土地所有が否定されるという弊害も生んだ。日本は条約締結と同時にタイの法典編纂に協力することを約束。法律家政美等基地が日本から派遣された。この頃日本はイギリス・フランス両国の影響を払拭しようと、 大金大化を促すというのを半ば、公式見解として、日本人の技術者が数多く派遣された。ラーチニー女学校やカセサート大学の元になった、養蚕研究所などはいずれもこの頃の日本人の功績である。大国王ラーマ7世による、靖国神社参拝1921年日本は、再び修好通商条約を結ぼうとした。今度の条約では、 日本人の土地所有を認めさせたり、タイの裁判所に日本人弁護士を設置しようとするものであった。しかし、タイは第一次世界大戦に参加して戦勝国となり、国体的地位をある程度認められていた上に、国際的に不平等条約撤廃という動きのある中で、日本のより進んだ不平等条約は受け入れられないものであった。 このため日本は1924年3月10日にアメリカが1920年に調印したものと同内容の修行通商条約を締結した。これは後にタイが立憲革命を経て法典整備を完了すると欧米諸国と共に不平等条約を撤廃するに至る。立憲革命を支援した中社ム特命前健康史、やたべの働きかけにより、 満州事変の際、立憲調査団報告書の承認に関する国際連盟総会における決議でタイが危険票を投じた。しかしながらこれは欧米にも日本にもどちらにも肩入れできないタイにとって苦渋の選択による中立であった。しかしこのタイの姿勢は日本に好意的に解釈され松岡洋介代表によるタイは 日本のために賛成票を投じなかった。欧米はこのことを教訓にすべきだ。友好国体を攻撃するものがあれば日本は全力で体を守るとの胸のコメントが新聞に発表され、日本から感謝の電報が送られた。1931年にはラーマ7世が訪日した。なお、ヤ田部の支援により寄贈された太陽国憲法は、 大日本帝国憲法を参考にしたことは言うまでもない。特に王政や立法府制度の根幹は21世紀になった今でも型を変えつつ堅持されており、この結果日本とタイは事実上、明治憲法の理念を共有した、兄弟国となった。大東亜会議に参加した、各国代表。左から、バーモ王,王長兄慶、王朝名、東条秀樹。 ナラーティップ・ポンプラパン、ホセラウレル、スバス・チャンドラ・ボース1940年から1941年にかけてのタイ・フランス領インドシナ紛争ではタイはフランスに対して次第に劣勢となったが1941年5月8日に日本の朝廷によってカンボジアとラオスの一部がタイに返還された。 1941年4月28日、ナラーティップポンプラパン新能新能が靖国神社を参拝する。太平洋戦争が開戦した1941年には、発大中大大使として坪上定時が着任し、日本は大量の通過を求めて1941年12月8日、南大を進行、同11日には、 日本国軍隊の大国領域通過に関する協定をタイイコール日本間で締結した。これはタイに戦争協力を求める一方でタイがイギリスフランスに活動した領土の回復に協力するとの旨が書かれていた。このためタイ政府は日本に協力的姿勢であった。12月12日外務大臣ウイチット・タワカーンが靖国神社を参拝する。 12月21日には日、対抗主導名条約が締結された。1942年1月25日、タイはアメリカイギリスに対して正式に宣戦布告した。しかしこの布告文書には、摂政の一人、プリーディパノム4が署名していなかった。この戦争中の日本との濃厚な外交関係は、インフレなどの大きな問題を生んだが、一方で日本は鈴。 飼育材という米と並んで重要な輸出品目をイギリス商人の独占から解放し中央銀行を設置してイングランド銀行から体系財を分離させたという側面も持っていた。1942年1月に日大量国学生交換協定が締結され、同年6月には広田幸樹元首相や矢田部康吉特命全権大使、 水野伊太郎特命全権講師、長海、光一郎書記官東高竹蔵書記官岡本清福陸軍少将、三島道春使者倉が、非、対抗主同盟条約継縮当令施設団として、訪問する。1943年11月の、大東亜会議には、奈良ティップポンプラパン新王がタイを代表して、出席している。一方で、 中米大使セイニープラーモートはアメリカへの戦線布告伝達を拒否し自由体運動と呼ばれるグループを組織した。これは大国内、アメリカなどにも広まり連合国側との連絡を務めた。当時の首相であったピブーンソンクラームは閣僚の一人であるルワンプラディットマヌータムやセッショウ、プリーディーが大国内で自由体に参加することを黙認し、 数軸国が劣勢になった場合に備えての布石とした。その一方で、日本に対しては、自由、タイなど眼中にないかのように振る舞った。1944年頃から、日本の旗色は、次第に悪くなっていった。ピブーンソン・クラームは、自由タイのメンバーであった、ディレイクを外相に指名するなど、英米よりの外交政策に切り替え始めた。7月には、 ピブーンソンクラーム自身も辞職に追い込まれている。1945年8月12日、中大日本大使、山本熊一は、ボツダム宣言の受諾決定を、対陽国政府に通告した。これは非、対抗主導名条約に基づくものであったが、タイ政府は、通告が遅いと不快感を示し、山本大使は、 突然の決定であったためと弁明した。しかし、タイ政府側は11日の時点でこの情報を察知していた。8月15日、山本大使は、タイの戦争協力に対する謝意を伝える口上書を渡した。この席で、クワガパイウォン首相は、タイ米へ戦戦布告を無効にする宣言を発することを日本側に伝達し、 山本大使の内諾を得た。8月16日、国王の名の下、摂政、プリーディは、台米戦線布告は、台国民の意思に反したものであり、日本に強制されていったのであり、戦時中の損害についてはすべて保障を行う、という平和宣言を発した。これはタイが、敗戦国扱いを免れるための措置であり、自由タイと連絡を取っていた、連合国も、 この平和宣言を受け入れ、現在でも、タイの主要な戦争認識である。翌日、プリーディーセッの元を訪れた山本大使は、昨日発表せられたる宣言により一日も、速やかに戦争を終結せられんことは、帝国政府の最も希望するところであると伝えている。タイ宣戦線布告無効う、日本の内落を得ていったのは、当時日本軍が、 大国内に残留していたこともある。9月7日、ナラーティップポンプラパン新郎が山本大使の元を訪れ、連合国の要請によるとして、タイにおける日本外交機関の停止を通告した。新郎は、これが国交断絶を意味するものではないと説明し、その後もタイ政府は外交関係が一時的に停止しているだけだという見解を取り続けた。 9月12日、在留日本人の銀行取引の停止を呼び、特定地域からの立ち退きが通告され、9月16日には、適正外国人として、日本人3600人が、バーンブアトーン収容所などに抑留されることになった。1946年5月、残留を希望する552人を除く3020人は、バンコク港から出港し、帰国した。 また在台日本財産は連合国に引き渡すために一時的にタイ政府が押収したが、これは1946年までは正式な連合国との協定に基づいて行われたものでなく、横領が頻発した。1952年4月28日に発行した日本国との平和条約によって被イの外交関係は回復した。タイが押収していた財産は、 日本側の希望によって日本に引き渡されることとなっていたが日本側は第三国に過ぎないタイ側の財産侵害は不当であると抗議したこの問題は両国間の懸案事項となり1953年7月30日の非対韓合意によってタイは一定額を連合国に支払う代わりに在タイの日本財産を主中にすることになったまた 第二次世界大戦中に駐留した日本軍がタイから調達した軍費の弁済については1955年の非タイ特別援協定によって一応の解決を見た。1963年6月4日、ラーマ旧世国王の内位により、タイ政府関係者が靖国神社を代理参拝した。タイ海軍の練習艦隊乗組員によって、 安国神社の正式参拝も行われている。第二次世界大戦中の日本に対する現代、大臣の評価2008年に、外務省が、アッセアン主要6カ国に、対日世論調査をしたところ、第二次世界大戦中の日本について、現在あなたはどう、お感じですかという説問において、以下のような結果だった。鳩山幸男とアピシットウェレチャチーは首相退避。 友好共自衛隊タイで邦人を退避させる訓練国交回復後の日本とタイの関係は概ね良好である。日タイ間には経済的な深いつながりがあり、タイの国際貿易に占める対日割合は輸出9.5%、輸入15.8%であり、タイから見て日本は貿易額で中国に次ぐ第2位であり、 現在でも主要な貿易相手国の一つとなっている。また、日本からのタイ向け直接投資は1489億バーツとなっており、これはタイに対する外国投資額全体のおよそ4分の1を占めている。さらに、日本とタイの貿易結合度は第1位となっており、世界とタイとの平均的な貿易結合度の4倍となっており、日中に勝る。 緊密度を持つ。タイを訪れた日本人は140万人を超えており、国別では中国に次ぐ第2位である。また、太陽室と日本の皇室はしばしば往来を行うなど良好な関係にある。また大量りも日本で親しまれるようになっている。2004年のスマトラ島沖地震では海上自衛隊がタイに派遣された。日本はアメリカとタイが主催する。 他国間演習コブラゴールドに定期的に参加している。日本を訪れるタイ人も年々増えており、特に2013年7月に東南アジア諸国のビザ発給要件を緩和したことによって急増している。2007年、非対就航120周年を迎え、東南アジアでは3カ国目となる EPA、日本、対経済連携協定を締結した。 2011年3月11日に日本で発生した東日本大震災に際して、大政府は日本へ食料支援をしている。また、日本への応援イベント大フォージャパンを企画し、国民議会の名のもとに4億バーツの資金調達があった。さらに、大政府は1万5000トンの米と2億バーツの津波被害者支援予算を承認した。 同年3月31日、東日本大震災の被災者に向けて、タイ国民が義援金などの支援を提供してくれたことに対し、在体日本国大使館は、感謝を伝える半ページの広告を地元紙に出した。大使館によると、新聞社側の善意で無料で掲載された。広告は、日本とタイの国旗をあしらい、日本語、タイ語、英語で、日本国民への温かいご支援。 五千円ありがとうございますと書かれている。バンコク首都府パトゥムワン区の大使館本館前にも同様のメッセージを書いた横断幕を掲げている。これは大使館側が約五万バーツの費用をかけて作成したが、受注した業者は料金はいらないと言っているというものの、大使館はこれは払わせてもらうつもりと話している。2017年。 非対就航130周年を迎えた。2019年4月1日、日本政府が新言語を、令和を公表したことは、タイの地元マスメディアでも大きく報じられた。マティチョンは、日本政府が新たな言語を、令和を発表し、5月1日から使われると伝え、内閣官房長官、菅義偉が発表した、際の写真も掲載した。 2014年にピューリサーチセンターが44カ国の48,643人を対象に実施した調査によると、日本への好感度は全調査対象国のうち、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムなどの東南アジアにおいて高い傾向にあることが分かった。2016年に外務省が東南アジア各国に対日世論調査をしたところ、 全般的に東南アジア各国の中でもインドネシア、フィリピン、ベトナム、マレーシア、タイの5カ国の国民は自国と日本との関係についてかなり好意的であることが分かった。タイは新日国という評価が多数あり、タイ人の89%が日本を友好国だと思っており、アサンプション大学アボックポール研究所が行った世論調査では、 タイ人が一番好きな国は日本である。2018年3月10日、財団法人、新聞通信調査会が発表したアメリカ、イギリス、タイ、中国、韓国、フランスの6カ国の市民それぞれ約1000人を対象に実施した世論調査の結果でタイの対日好感度が6カ国中最も高く98.3%だった。 さらに、日本を信頼できると回答した人の割合もタイが、最も多く96.2%だった。タイ人にとって日本は、憧れの国でいいイメージを持っているので、日本人が、自分の国について褒めてくれたり、いいことを言ってくれるのが嬉しいんですよね、という意見も、ある。日本のアニメ、J-POP、ファッションを愛する、タイ人がたくさんおり、ジャパンエキスポ、アニメ、 J-POP 他多くのイベントが行われている。タイの学者、ノポン・スー・ワン・パニックは、我々は、自分たちよりも、文明的な国から学びたいと思っています。日本は、アジアで、最も文明的な国です。私たちは、日本人をヒーローだと思っています。と述べている。プライヤースイ・セナー・ディレイク・チャイアナーム、ルアノ・イジット・アーガーンから年は、 タイから日本への中殺なしさがーニンガム編。ルアンピニットアクソンモームチャオシッシャノックグリダーコーン。デンカウィトゥーンホンサウェイトオーブンワニックンスポット。ピアンスントーンソムポーンスチャリックンイパヨンシュティクン。サウィチェーンワッタナクンモムルアンピーラポンガセームスイー。ジェイツスチャリックン。シャワットアッタユックサクティップグライラークカシットピロム。 スイットシマサくんウイーラサックフートラクーンタナティップ、ウパティシンシハサックプアンゲゲオバンサーンブンナーク、シントンナーピセートパン。ありがとうございます。